主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。今日一日があなたにとっていい日でありますように。心に光を、有木義武です。今週の心に光をにお迎えしているのはバリトン歌手時田直江さんです。時田音楽事務所を持って様々な活動を続けておられます。今日はその一つを紹介してくださいます。今は、ね、インターネットで聖書朗読しているということをやってるんです、うん。聖書の言葉っていうのは私たちの心にダイレクトにですね、語りかけてくれると思うんですね、はい。でこれは聖書の言葉っていうのは決して絵空事ではない、これは事実である、うん。聖書が書かれていることは本当に事実なんだ。だから私たちの心に深くこのリアルに今を生きている一人一人の心にこう伝えてくれると思うんですよね、うん。でそういう聖書の言葉を少しずつネットで録音してるんですけれども、うん、このネットで録音をしだすきっかけになったっていうのがね、はい、実はあの私の CD を制作してくれました人がですね、うん、非常に感性のいい人で、この彼がですね、私の声を聞いて、時田さん、あなた歌もいいけど、あなたの声でその聖書朗読したらどうですかって言ってくれたんだ。で、ああ、うん、聖書朗読もしたいなと思うんやけどって言いますと、いや、今僕らの周りでね、その彼が言うにはですよ、僕らの、あの世代の中で心を病んでる人がたくさんいると。だから、僕はクリスチャンではないんやけど、なんかやっぱりその友達に聞いてほしいなと思う。声っていうのは一つの非常に大きな力があると思う。だから聖書朗読やってよと言ってくれた。彼がそう言ってくれたのがすごい嬉しくなりまして、うん、聖書朗読を始めまして、その聖書朗読を始めるテーマソングをね、何にしようかなと思った時に心にこう響いてきたところがあるんですけど、これがですね、第一ペテロの1章の24から25、うん、草は枯れ花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがない、というこの言葉なんですね。聖書朗読を、2015年創世記1章1節から始めまして、うん、ずっと行きましたね。じゃあ1回何分ぐらいで？1回だいたい30分ぐらいですかね。インターネットで今配信しております、うん。毎週水曜の8時からですね、うん。何かその聖書朗読を聞いて、はい、反応とかがありますか？反応とか応答とかっていうのは最初はほとんどなかったんですよ。なんか少しずつですね、反応がありますね。でやっぱり聖書の言葉で慰められる。で最近はコロナウイルスの関係でいろいろ大変ですよね、うん。そんな中で青谷ルーテル教会の婦人会がいろいろと LINE でですね、うん、お互いの近況報告なんかを出しているようなんですけど、うん、そんな中に私の聖書朗読も聞いてくださってて、すごく喜んでくださってた。まだ、じゃあこれから続きますね。続きますね、はい、はい、続けていきたいと思います。聖書を読むと言いますが、いろんな音響機器の発達で聖書朗読を録音して音声で聞くことが今はできますね。もともと聖書は印刷技術のなかった時代は手書きの写本で、
村の教会に一冊だけあるような時は、聖書の言葉は読まれたものを聞くというものでした。聖書朗読をあなたもお聞きになりませんか。ではここで賛美を聞きましょう。時田直哉さんの歌う朝静かにです。ではこれで心に光をの時間を終わります。